マイオブラン・アポワ・ルージュは自転車ロードレースツールドフランスにおいて山岳賞に対して与えられる白地に赤い水玉模様のジャージである。略してマイオ・アポワ・ルイはマイオ・グランペールとも呼ばれる。峠の頂上付近に設定された山岳賞地点の通過順位によって山岳ポイントが与えられる。山岳賞地点は上り坂の勾配と 長さといった難度によりカテゴリー分けされており、それに応じて点数が設定される。山岳ポイント1位の選手が、マイオブランアポアルージュ着用の権利を得る。最優秀クライマーが表彰されるようになったのは1933年だが、ジャージが初登場したのは1975年である。色の由来は、当時のスポンサーであった、成果会社。 ショコラ、プーランの人気商品のキャンディーパッケージから。1993年からは同色をイメージカラーとするスーパーマーケット、シャンピオンがスポンサーとなっていたが、2009年からは、シャンピオンブランドの吸収に伴い親会社カルフールにスポンサー名義が変更された。シャンピオン以前のジャージスポンサーとしては、コカ・コーラ・ライトが担当していた時期もある。ツール・ド・フランスと、 同じく ASO 主催であるパリニースも同一デザインの山岳賞ジャージである。ありがとうございます。